の購入品動画かというと、何ですか？じゃーん！じゃーん！じゃーん！完了！まゆめろちゃんの購入品動画になります。なもんちゃんは？なもんちゃんはいないかな、多分買ってなかったと思う。多分今回まゆめろのみ。じゃあまずはこのね、大きいね大きい箱から開けていこうかなと思うんですが、この細長い感じ何やと思う？はしご。なんとこちらティッシュ。マイメロ&クロミちゃんのティッシュの10個セットなんやけど、で前に出とった時はママの記憶が確かやったら両方この柄やったんさ。だけど今回裏がほらかわいい。なんかクロミちゃん嫌な、黒いで。え、でもクロミちゃん過去なんかちょっとかわいそうでさ、クロミちゃんがサイコパスに見えてきたり。マイメロサイコパスじゃない。ただいま。おかえり。撮影中や。え、クロミちゃんも開けていい？いいよ。綺麗に開けて。いや、顔もろいのに映ってない。はい。ほら見て、かわいい。柄が一枚一枚入っとんのめっちゃかわいくない？これ 4235円、10個入り、1個いくら？約400円から500円ぐらいや、1個1箱ね。高い1枚1枚丁重に扱ってね。丁寧に。丁重。今回はね、うん、あの姫ちゃんにもね、うん、ちゃんと買ってあるから、うん、だから決められてるの。そうだよ。いやでも姫の買ってる時もママ一人で撮ったりしてるけど、おお見しちゃった、敵に見しちゃった、可愛いの見えちゃった。うわじゃあちょっと順番にね、順番に紹介してくれ。見えた。これは姫ちゃんにです。はい、じゃーん。おすそ分けセット。袋のセットなの。超可愛くない？可愛い。こんな感じで、いろんな大きさの種類が入ってる。全部で4種類のサイズが入ってるの。これは姫ちゃんにです。ありがとう。続きまして、こちらもお姫ちゃんにです。じゃーん。ギターセット。ほら、ひめちゃん、お友達にさ、お手紙とか書いたりするでしょ？書くけど、学校では渡さないかな。なんで？え、だってダメだもん。え、学校でさ、お友達とお手紙交換とかしないの？しないよ。え、学校でお手紙渡しちゃダメなの？ダメだよ。なんで？そういう決まりなの。なんで？誰が決めたの？先生。どういう理由で？なんで？なんでお手紙交換がダメなの？それは納得ができない。え、プロフィール帳とかは？そうなの？その今時プロフィール帳決まってるやつおらん。ジェネギャー。学校の行事でプロフィールは書いたけど、うちの人は決まらん。え、じゃあさ、待って、ママが今までにさ買ってあげたさレターセットは1年は使った。ほぼ新品。姫にレターセット需要なかった？いやでも、うん、遠い友達の子にお手紙書くときとか使うから一応。ああ、嬉しい。嬉しいか。一応嬉しい。なんかごめんな、気使わせて。次も秘密のです。で、また似たような子。大丈夫大丈夫、また違うから今度は。買ってからちょっと時差があるし、撮るまでに。で、撮ってから編集に時間かかるから、アップまで時間あるから、ママはこれギリ変えた。じゃん！マイメロちゃんマスク！ウェイウェイ！マスク今全然売ってないじゃん。うん。めっちゃ可愛くない？可愛い。シナモンちゃんが良かった。では。続きまして、ママのじゃーん、卵ボーロが中に入ってるんだけど、実はこの卵ボーロよく見て、ちょっと見にくいかな。一個一個、その一個一個ってか、こう桜だ。あー、ライト、今役目をするな、ライト。ここにね、マイメロちゃんの柄とか桜の柄が入ってんの、このボーロ。かわいい。ち
超可愛くない？あー、卵ボーロ大好き。卵ボーロ、卵ボーロみたいな顔しとるもんな。さあちょっと試食してみよっか。見えるかな。見えた、見えた、マイメロ。続きまして、じゃーん、かわいい。マスコットに見えますが実は、うん、じゃーん、あ、見たー。美味しそう。ほら好きやろこういうの。ルル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 ル。大桜結構クオリティ高い。いちご味なんだ。うん、ここに書いてないの。ピーチ味。すいません、うちの子下までパッパビーなんです。桜シリーズのマイメロちゃんだよ。マイメロ早く行こう。続きまして、じゃーん、これめっちゃ可愛くない？この中でもお菓子あるよ。クイーンハットさん、プチドールアクセサリーセットっていうんだけど、うん、これかわいい、なんかバレリーナのマイメロちゃんみたいな感じなんだけど、外せるの、シュシュなの。これは糸取ると指輪としても使える。でもさ見て、スカートのさシュシュ取ってさ、このリングまで取ってしまったら素のマイメロちゃんちょっと薄やで。ここありきでかわいいけどさ、ほら、あ、かわいい、かわいい。これ取ってここなくすと、なんか薄やで。じゃあリング取んのはやめる。続きまして、じゃーん、これソーイングセットなの。パカって開けるやん、これあのお化粧のパフやと思うやん。違うんやで、なんと目じゃん。これをねこうやってスライドすると、ほら、すごい、すごくない？ソーイングってあれ縫い物のこと？あ、そうそうそう、縫い物のあのセットや。糸とほら、あ、この糸生きてる。糸とさ、ボタンと、ボタン、糸と、糸さっき言ったな、うん、糸通しと入ってんの、飾っとくのも可愛いしさ。これだけあげる。ハグだけもらったところで。可愛いやろ。でもさ、ママの持っとるさ、メジャーってもう一個あるの知っとる？知っとる。前紹介したと思うけど、ママの持っとるメジャーってこれなんさ、大体なんか口の強いメジャーばっか。小さなお子様の手の届かないところに保管してくださいって書いてある。小さな子供じゃない、小さな子供は3歳から、小さな子供は3歳から、3歳から。すいません、うちの娘パパパピーナ、違った、3歳までや。じゃあ次がね、ラストです。じゃーん、これなんだ、ドライバーセットねえ、僕にドライバーセットねえ、当ててもらいたかったのに。ピョピョピョン、これがあのハンドルのとこになってて、こうやって開けんのやって、あ、マグネットで取り付け簡単だって。あ、すごい、めっちゃ可愛くない？なんかさ、ドライバーセットって普段家にポンって置いておくとマジダサいじゃん。だけどさ、これだったらさ、ほらこんな感じでね、あのお部屋に飾っといても可愛い。ということで今回はトータルが13,420円でした。え、結構安いね。うん、結構ね、こんだけ買ってこの値段はね、安いよね。今回どれが一番気に入った？一番っていう意味を理解してるのかな。一番っていう意味わかる？一つやで。こっち。あー、それ、うん、あの学校でさ、財布あるときこれ持ってくる。はい、はい、ということで今回は新しく買ったマイメロちゃんグッズを紹介してみました。ということで、よかったらチャンネル登録と高評価よろよ。バイバーイ。今度はシナモンちゃんたくさん買ってね。うん、てやな。自分に興味がないものはさ、あの皮みたいな反応してるのをやめて。
3つ以上は買ってね。